第2試合のマップがアウトサイダーで913に貼っときました。さあ、イジェホライト選手一本リードで第2試合、マップ左側中央9時のスタート、こちら赤いザーグが S2 選手、イスンソク選手、そしてマップ右上、テアンで2時にスタートしているのが1時あたりかな、1時にスタートしているのがイジェホライト選手。ニヤニヤしてた何言ってるか分かんないですね。マップ的にはうん、降りてすぐセカンドやろ。サードフォースがね、こうドローン2体連れて行ったら抜けれるって形やから、サード以降のガスが守りやすいことを考えるとやっぱりどうなんだろうな。ザーグやりやすいような気もするんだけどな。でも勝率的には別にトントンか、結構バランス取れてる的なとこはあんのかな。おっと、これはスピードアップザーグリングオーダーかですね。これはスピードアップオーダーですね。暑いんですか？あ、立花さんやん、これ。しかし、イジェホ選手、これ封鎖してますが、この封鎖は犬通れるよな。スピードアップザーグリングからセカンドベースですね。S2 選手。あっと、そのままファクトリー、かなり早い段階でのファクトリーというか、もうこれは完全に、これどうだ、ザーグリングラッシュ行くか、微妙か、いや、なんか行きそうな気がするな。今坂道をザーグリング2体だけでフェイクでっていうか、偵察シャットアウトしたんで、あーっと、しかしここでイジェホ選手、2ファクトリー、完全にメックオーダー。今回はメックオーダー。さあ、ザーグはまだ見せていないぞ。登らせていないぞ。あーっと、登られた。しかしザーグリング溜めてるわけではない。ザーグリングラッシュではない。レイヤーに進化。しかしこのレイヤーはかなり早い段階ですね。あそこのミネラル、どこのミネラルで登ったんやろ。さあ、これはミュータ行くでしょう。スパイアですね。さあ、スパイアを見たイジェホ選手、どうする。この段階でスパイア出されるとどうしますかね、イジェホ選手。これは選択肢が難しいところだな、際どいところだな。ゴライアスオンリーでか、無理やりバルキリー出すか、わからん。どっかのミネラル使ったはずなんだけど、なんかでもさっきここのミネラル使ったっぽいですねみたいな解説の人が画面スイッチしてたけど、ちょっとその時どこか見てなかった、ミニマップで。ミュータ出る前にバルチャーでラッシュしようって話か、これは。ミュータ出るまではもちろんザーグリングと、三冠コロニーでしかディフェンスできないので、これはミュータリスク、ミラー
れたので、この数のバルチャーが出るというのはザーグとしては非常に考えにくい。スパイアは完全に偵察で見られたので、ミュータリスクをカウンターするための準備をしているだろうという予測が簡単につけられるので、この時間帯にこれだけのバルチャーが来るのは絶対に予測できない事態なので、もちろんこれはある程度入りますが、しかしここはドローンとザーグリングでしっかりと壁、おおドローンでブロック入れない。この頃にも立つぞ。この頃に立つぞ。立つ。上上がった方がいい。無理やりでも上上がった方がいい。あー、ミュータ出ましたね。あー、これ完全に決まったな。今のバルチャーのためにだいぶ、試練を犠牲にしてたので、この時間帯にディフェンスするためのユニットはもちろん、防衛施設もなし。さあ、ミュータを張り付けにするために、間髪入れずにバルチャーを送る。このバルチャーで、ミュータの気を引きたいんだけど、このバルチャーは完全にドローンザグリング、そして三冠コロニーによってディフェンスされてしまう。ゴライアスギリ間に合ったようには見えますが、ゴライアスの数が揃っていないので、この時間帯はミュータがまだ有利ですね。この後まだミュータ増えるんで、あーでもセカンドでガス掘ってないから微妙っちゃ微妙ですが、まだ増えますね、まだまだ増えますね。この時間帯にこれだけギリギリのディフェンスだとテランが圧倒的不利ですね。セカンドベースがなかなか取れないというのもあるんで、この後のミュータの増え方がやっぱりザーグの生産力象徴してるんで、ここはだいぶ過剰に、だから本来ミュータリスクに対してはテランはもっと余裕のあるディフェンスをせんといかんねんな。プロトスの場合はアルコンが間に合えば一気に形勢逆転するところもあるんで、割とそこまでっていうわけじゃないっていうか、うん、割とギリギリでもいけちゃったりするときあるんですけども、マイクロコントロール次第では、あとまあ立ち回り次第ではっていうとこあるんですが、あ、これガス掘りに行きますね。サードガスですね。ガス2つあるスポットですが、ここはガス2つ取らずに普通にミネラルとガス取りに来ましたね。サードベース F2 選手、テランの場合は、うん、あれですね、プロトスとはやっぱりちょっと感覚が違って、ギリギリのディフェンスっていうのは常によろしくないですね。テランはザーグ相手にしようがプロトス相手にしようが余裕を持って戦いたいレースですね。さあ、しかしここでゴライアスがぼちぼち揃ったので、ディフェンスしながらセカンドベース取りますかね。しかしまだコマンドセンターは立てていないぞ。コマンドセンターは立てていない、かつゴライアスも分けていますね。これは、あー、正面から出たように見せかけてファーストベースしっかりディフェンス。S2 選手はまだミュータを出し続ける、まだ出し続ける。さあ、セカンドベースまだ回っていない状況で、3ファクトリーからフルゴライアスなので、テランは一瞬たりともミュータリスクに押されるわけにはいかないですね。3ファクトリーファーストベースオンリーフルゴライアスなので、一瞬でもザーグが押した瞬間にもうゲーム決まりますね。